さ、やっていきましょうか。特に今回話題はないよ。今回も話題はない。なぜならば前回からの2日後し、前回撮ったのの2日後に撮ってるだけだから、清宮について特に話題なし。特にこれといって話題なし。あさってからプロ野球が開幕ですね、というそういう日でございます。あさって、明日、あさってのプロ野球開幕に向けて動画を上げたかったのでね、まあ、こういう流れになっております。どうもアザラシです。これ模式用シリーズのパート12です。なんかもう流れがグダグダになってる。流れが入っていく話の流れがグダグダになってる、まあ、今日はまああのオープン戦最終戦というね、こちら野球つく的にはオープニング戦最終戦という気持ちでやっていきます。これミラバル抑えにしてるけどいいのかな、ミラバル抑えって。もっと向いてるピッチャーいるんじゃないかなって気もするけど、なんなら立山抑えの方がいいんじゃないかって気もするけどな。ちょっとでも25歳だな、やっぱ25歳っていう感じのステータスだな。ちょっと制球体制体球威はしょうがないにしても、制球もちょっと欲しいわ。そう、制球が B ぐらいあったらミラバルにとって変わって抑えてもいいんだけど、ミラバルってこの後何でもハムにいるよね。先発っていうイメージが強いわ。今年はこれで戦っていきます。ここから金村抜けるから先発陣がちょっとやっぱ弱いかな。まあまあまあ、まだそれを論ずる段階にない。ただ単にこの、あれ？これはこれでいいか。あ、いいんだ。よし。よし、やっていくぞー。やっていくぞー。今回はですね、まあ、例によってオープン戦をダラダラ見つつ、それをさらかなに、右の方でね、今年のセパ、順位を適当に言っていこうかなと。順位予想していきます。アザラシさんの順位予想ということでね、やっていこうと思います。まあ、あんまり当たったことはない。今までいろいろ結構順位予想的なものはしてきたことがあるような気がするけど、当たった試しはない。割と当たった試しはない。力鍛えてるけど、まあ間違いじゃないよね。長打。おバンドがな、選球眼 C を変え鍛えたい。その短所だよね、これ。これを鍛えたいがために。若干その無理をさせたかなと。守備とか鍛えた方が良かったかなって気もしますけど、金子誠もう別に選球がいらねえよな。じゃあパワーいらないよな。なんなら守備の方が欲しいぐらい。守備かな、守備にしよう。ここで守備にチェンジ。この2人で二塁間。小笠原かな。力鍛えさせはしたが、したはいいものの、選球眼低いな。まあ三塁任せるから肩は鍛えておいた方がいいんだよね。田中健介どうなんだろうな。また守備やった方がいいんだろうなと思うけど、あ、まあまあまあ、まあ長打 D だから仕方ない。これを上げるしかない。この辺も変わらないね。ほんと金村今年このオープン戦は投げさしまくったせいで、これで良かったのかなということになっておりますが、これピッチャーな、カーブが上がってくるといいんだけど、まあまあこんなもんですね。怪我しないでよ、誰も怪我しないでくれ。よし、辺はまあまあまあ、これでもうちょっとカーブがあれば、カーブかな、おバントの選球が B になればいいのよ。まあまあ、すぐ成長するものではございません。1年とかいう単位で見てね、1年っていう単位で見て、あれ1年前より上がってんじゃねえみたいな感じをの成長するのが毎日っていうの、毎日の積み重ねだからね。それが焼きつくの育成システム。まあ、いっぺんにこう、
おっというような変化があるほど進化成長はしていかない。これ B になったら面白いな。でもどのピッチャーもやっぱちょっと体力足りないね。体力足りない。体力練習でもよかったかもしれない。それぐらいだな。よし行こう。よし行こう。清宮シリーズと歌って清宮を育ててはいってるけど、それとはまた別にハム結構強いね。ここまでオープン戦戦い抜いてきて。だから清宮うんぬんは置いといて、普通に優勝あるんじゃないかな。カープで優勝シリーズは失敗したけども、今回のこの焼きつくシリーズは案外優勝あるんじゃないかなと思ってます、勝手に。さあ始まりました、ホークスとのオープン戦。ホークスは強いぞ、この時のホークスはめちゃくちゃ強いぞ。いかがお過ごしでしょうか。ピッチャーが弱固めというところで付け入る隙がある。城島、松中、鳥越、国保、井口、鳥越が浜名、違う村松か、で柴原、秋山浩二ですね。ここあれだ、鳥越がセカンドでショートは井口なんだね。イメージ逆だよね、これも。後に鳥越かな。鳥越はショートストップのイメージが強いし、井口はセカンドのイメージ強いもんね。これがショート、セカンドは割と、なんかその時期によってこっちを使ってるけど、実はこっちの方がいいとかで変えられることがまあまああるということなんでしょうね。小笠原は一人出るぞ。出ない。まあいいや、よし。あ、まあでも次の回行きよ。清宮から始まるから。うおー、早い。ああ、もう行っていないだ。はいや。いやいや、強い。さあ、清宮だ。と言いながら。なあ！あ！最近清宮当たってないぞ。前回の試合もそうだったが。全く当たってないぞ。現実にリンクし始めてるかもしれない。そろそろ怪我するかもしれない。奈良原打ったけど、まあ、ここから普通打線繋がらんな。うちのチーム。下位打線で点が取れ。てってれ。てってれ。てってってれ。てってれ。うん、アウト。鳥越。さあ、まあ、この辺りから試合予想していきましょうか。試合じゃねえ。ペナント予想。ここが見えないと困る？いる？で。こんなもんかな？待ってよ。これぐらいかな？そうだな。よし。ちょっとね。これだけ窓、ウィンドウズだからできてんのかな？窓を出しまくってると結構。設置が難しい。さあやっていきましょう。ペナント予想、順位予想、順位予想、字が荒々しい。順位予想2018、じゃあまあとりあえずセリーグからしていく。もう入んないじゃん、ここもう入んないじゃん。じゃあどうしようかな。これ小さくするか。何かコソコソしている。編集。違う、編集じゃねえな。あ、あれ？ん？こうして。こうして。強すぎる。まあ、こんなもんでしょう。
一位も変えよう。ほい。はい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 、試合展開が気になる。これは試合展開が、順位予想をセ・リーグをもう一回これ書き直そう。もう自由な実況をしてますね。自由実況。セ・リーグ、いやー間違えた。小笠原のまずい守備が、あれです、で戻る、アンドゥリドゥで戻るを押すとね、ショートカットキーが発動して、お、あー、アウト。今どこ押したらいいか分かんない。そっか、違うな、こっちだ、違う、こっちだ、これだ、これで。怪しい、やってることが分かりにくくなってるな。これで消すつもりが、アンドゥリドゥボタン間違えたりして、それで、アマネコ、撮ってる録画ソフトの方が、ショートカットキーで、録画停止しちゃうんですね。そういうことがあります。さあ、小笠原の打席。次が清宮なので、清宮が来たら、これを下げよう、一旦。1位。入るかな ?1 位。2位。3位。4位。入る?あ、入んねえ。このままじゃ入んないな。バッターとしか言われない。呼んでくれ、清宮って。ん?いいんじゃないですか?ホームランとまではいかないまでも。おぉ。こっちの清宮はまあまあ打ってるな。まあまあ活躍してる。ペナント始まってからが若干楽しみなぐらいにはまあまあ活躍してるよね。よし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 。あ、見たいぞこれ。点入るとこ見たいぞ。さあ、奈良原だ。さあ、奈良原だ。うん。1点入った。よし。コントローラーを完全に手放しにして。イデアバントでいいんじゃないか?ダメか?やば。バントでよかったな、これは。ただまあ、次が野口のバット、野口と考えたら。いや、いい守備をしやがる。井口の分際で。ショート井口の分際でいい守備をしやがる。さあ、野口だ。今のスライダーが振ってるのを見るとちょっと期待できそうにないな。ちょっと上げよう。このフライまで上げていいかな。さあ、順位予想していきます。なんか、もたくさしちゃってる。1位、2位、3位、4位、5位。ギリ入るね。あら!あー、6位が入んないな。もうちょい、もうちょい。これぐらい。よし、これぐらい。1位もうちょっと上にかけいいだけの話か。まあ、しょうがないな。1位はね、いや、気になるから、気になるから石本の打席を見させてくれ。おっ !2 人帰る、2人帰る。よし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 。あー、石本走れるって。いけないか?通り通り。流れはこっちにある。流れはある、流れはある。あら。あら?そういえば携帯の音が鳴る状態にしてたなと思って。2回押したらなぜか撮影された。写真が、カメラが起動した。西浦の打席。ファー。ツーストライク追い込まれて、ダメでしょう、これは。力なさすぎ、よし。
じゃあ、シャットやっていこう。よし、よしじゃねえよ。よしじゃねえ。ニエベス。1位は、ねえ、1位はね、やっぱカープだと思いますわ、セリーグは。近年のカープの強さは異常。ちょっと、先発ピッチャー陣に、怪しいけど、ヤブタあたりを筆頭にね。まあ、ジョンソン、野口、大瀬良あたり。ヤブタを含めない、買ったとしても、それでもまあ、福井とかもいるしね。まあ、駒は足りてる。で、打線はやっぱ好調だろうから。まあ、カープが1位でしょ。で、2位は、2位横浜かな。どうかけんの横浜とかけん。ベース。ベースと書かざるをえない。ベース。別称だけど、ベース。で、3位ね。うん、3位中日が来るんじゃないかなと密かに思っている。これはね、新外国人のアルモンテが左バッター両打ちかあれで、そこそこ機能しそうな感じがあって、まあ、守備はいまいちかもしれんけどな。そうすると、ビシエド・アルモンテのクリーンナップに、まあ、それに平田とか含め。で、あと、キャッチャー、大野を獲得したでしょ。で、ピッチャー陣は、まあ、そこそこ揃ってるっていうイメージが常に中日にはあるし、あと、G っていうピッチャーも取ったよね。まあ、そんなに G 自体が底上げにはならんとは思うけど、でも、1枚加わったってことは、かなり補強して、こう取ってるから、攻撃で取ってるからね。で、まあ、ああ、惜しい。で、まあ、次、4位どこにするか、まだ決めてない。まだ書いてない。清宮の打席なので、一旦こっちに戻りました。清宮の打席だけど、これ出しとくか。清宮プラス、順位予想みたいになるけど。カープのカの字、太いな。ちょっと、変えたいぐらい。大きさが、サイズがでかすぎる。5ぐらいにしとこう。で、4位巨人だな。巨人を低めに予想したい。自分としてもここは、巨人こんなもんかな。低めに予想っていうか、阪神を高めにしたいんだけど、阪神、そんなに嫌いじゃないから。だけど、残念ながら今年阪神5位ですわ、多分。いやー、1点入る。阪神かけれんな。タイガースって書いておこう。タイガース。かな。新外国人の、なんつったかな。名前出てこねえ、もう。ペレスだったかな。違うな。まあ、取ったよね。その人がいまいち、3億くらいかけたような報道を見た気がするけど。で、内野がぐちゃぐちゃすぎる。大山を中心に考えすぎてて。タイガースに関したらな。話題はタイガース、よくチェックするけど、今年はもうね、活躍、上に見積もるのが難しいレベルだよ。外野も、やっぱ糸井福留頼りなところがあるから、タイガース。いやー、もうその辺の人たちに期待するのは難しいんじゃないかなと。その、スタメンで見たら鳥谷がセカンド、サードが大山、ファーストがその外国人の人、ゴメス残しとけよっていうやね。もうゴメスいないけどさ。で、まあ、ファーストは、原口でいいやんって思うけど、原口使わないでしょなんか。で、まあ、キャッチャー海野で、センターを、糸井かい？センター。糸井がレフトかい？福留がライトか？センター誰に置くの？センターわかんないです。ヤマト抜けた穴がでかい阪神には、どこのポジションでもとりあえずヤマトでサブができてたのが、それもできない。外野もだから、エゴシとか使わざるを得ないし、エゴシ。
まあ、高山センターだったらちょっと面白いけど、守備はすごいことになるしな。まあタイガース今年は頑張っても、今年はか、まあ5位ぐらいかなっていう気がする。いい材料はあんまない。で6位は、はい、残ってるヤクルトかな。ヤクルトはもうね、勝つ気あんのかなって感じだな。言い過ぎか、勝つ気あんのかな。村田取れや、村田を。ヤクルトが一番ね、サードがちょっとこう辛いでしょう。本気度が高いなら村田取るべきだと思うけどね。高加工、うん、こんな感じです。今年のセリーグの予想はね、まあカープ、ベイスターズ、中日、巨人、タイガース、ヤクルトという感じ。そんなに不思議じゃないと思うな。ベイスターズは普通に強いや、今年は普通に強いと思う。まあ、ロペスとかに衰えがあると厳しいけど、まあ、筒子いるしね。たとえロペスが打てなかったとしても、筒子いるしね。筒子はもう油乗り切ってるだろうから、一人で下手したら50本ぐらい打つんじゃないか。そしたら、攻撃力なんてね、打線の厚みったらって感じになるからね。で、ピッチャー陣はまあ、10勝できるピッチャーが5人ぐらいいる感じだもんね。横浜は。あ、いた。椅子が足を巻き込んで。なんでまあこんな感じです。はい。まあ、中日がちょっと高めだけど、中日が高め、タイガースが低めかな。巨人もね、まあ悪くねえわ、正直。今年に関して言えば。誰か取って安定感が出てるの。誰だっけ、誰、野上。打ってますね。なんか巨人補強したっけ。違う、岡本、サード岡本が機能しそうなんだ。うん、その1点において巨人はかなり上がり目な気がするね。うん、それが大きい。でまあオープン戦の戦いぶりもまあまあいいしね。先発がちょっとかなって気はしたけど、まあ菅野は安定感あるし、沢村とかも投げてるしね。これ考えたらまあ巨人はね、悪くね。外野とかどうなってんだろう。外野陽長野あと一人。巨人外野新外人は結構取ってた気がする。あれはピッチャーだよな。まあ、この辺の話はね、ペナント開幕してからもう一回しましょう。さあ次、てれってね、肝心のパリーグ。ハムの清宮がどうのこうの言っとるくせにパリーグの予想ができないじゃダメでございます。パリーグどうしようかな。1、2、小さいな。ホークスが猛攻をしてるな。3、4、5、あー小さい、下げよう。順位予想ね、パリーグな。この字はこっちに書いてるから、スペースが余裕ができてんだ。パリーグ順位予想どうすっかな。とりあえず最下位は日ハムあると思う。日ハム、いやロッテか日ハムなら最下位争いは。でも清宮というなんかこう話題の駒がないから、大谷抜けてるし、上がり目な材料があんまないんだよな。開幕から新外国人選手を2人先発に投手として当ててくるっていうところに非常に不安があって、そんなにピッチャー陣がいないのかっていう不安もあるし、そんなにいないかっていう
それでいて、まあ、打ってはいるけど、打線水物だから、シーズン入って中田やレアードがバカバカ打つかって言ったら不安不透明だし、西川とかいるから、まあ、可能性、打線はまあまあいいかもしれんけど、でも一番の不安材料は、キャッチャーがね、まあ、大野抜けたっていう穴よ。正捕手不在になってるから、まあ、市川とか、清水とか、鶴岡とかで回していって、まあ、近藤キャッチャーできなかった、結局近藤キャッチャーは難しそうだしね。打線はちょっと、笠原走らした。打線はまあ良くても、守備がね、ピッチャー、キャッチャーを中心とした守備の弱さが、やっぱそんなに高い順位予想できません。そんなにてかもう最下位あるなって感じですね。まあ、清宮が出たからといって、ね、ピッチャーかよ。出しっぱになっちゃうな、これ。全然予想するのに、じっくり予想してるから。調校してしまうな、こういう時に。初めから決めとけっちゅう。初めから決めて実況に入った方がいいんじゃないですかね。それはごもっとも。ラストは別にいいんだけどな。最後の練習ないから。もう最後練習終わってるから。ランナー2人ぐらい出たら、立山に変えよう。で、まあ、そんなロッテだね。これは仕方ないでしょう、ロッテ。あんま、外国人選手は外れて、開幕オーダーとかも全部日本人組むけど、4番角中とかでしょ。決して日本人選手の力があるわけでもないのに、外国人選手に頼ることもできないこの打線事情、投手事情。かといって先発陣、中継ぎ抑えに関してロッテは今優れてるとは言い難いから、まあこれはしょうがないかなと思うね。ロッテ、下手したら、ダントツ最下位まである。ロッテはね。安田とかがビンビン出てくると面白いんだけどね、ファン的には。でも安田が戦力になるとは言えないから、まあこんなとこでしょうね。まあハムだってね、別に清宮が出たから戦力になるわけじゃないんだけど、この辺のチームはさ、やっぱ話題性があれば、なんかこう乗っていけれるようなところあるから、たとえ、チームとして、その選手が、清宮、安田の新人といった選手が出ていなくても、それ見たさに、球場に足を運ぶファンとかがいれば、選手は、気概で持っても活躍するかなって気がするから、この辺はね、いるなら出した方がいいと思う。まあでも、実際には出てこれないっていうのは現実で、この話かな。で、上を予想すると難しいけど、オリックスが難しい。1位はね、何気に俺1位ちょっと変わってるかもしれない。1位楽天だと思います。1位楽天予想はかなりこう、1位楽天、2位ソフトバンクかな。ソフトバンクって全部書いちゃうな、これ SB にしてよかった。となるとオリックス上の順位は予想できんな。こうなるとここセーブだわ、ここセーブだわ。表記法バラバラすぎて。ここセーブだね。で、ここがオリックスかな。オリ。こんな感じですね、今年。予想するなら。やっぱね、楽天のね、外人3人並べた打線の怖さはすごい。ペゲーロ、アマダ、ウィーラーあたりをさ、3人並べた楽天の打線はすごいな。さらにそこにオコエまで入るでしょ。まあ、なんかちょっと肌の黒い人ばっかりになるけどさ。でもやっぱね、怖さ感はあるわ、打線にね。で、日本人選手は別に銀次とかいるしさ、
決して見劣りするようなことはない。あとは島内とかさ、茂木とかさ、まあキャッチャーで言えば島を使うかどうかわからんけど、まあ、あと、あれ？岡村五郎とかさ、打線が強いし、ピッチャー陣も則本とか岸とかいるでしょ。2人しか挙げられてないけどな、もっといる、もっと出さなくちゃいけないんだと思うけど、まあ、中継ぎも悪くないし、案外あるんじゃないかなと思ってる。案外っていうか、打線に関してはソフトバンクより上かもしれん、楽天の方が。で、まあ、投手は多分ソフトバンクが上かな。ただまあキャッチャーという軸になる部分が、楽天はまあ島っていうね、ベテランがいるから、この辺で一つ担ぎ上げて上がっていくんじゃないかなって気がする。ソフトバンクはまあその辺関して、ちょっとね、2軍、オープン戦での振るわなさが気にかかって、本当に優勝あんのかなっていう。戦力的には優勝ソフトバンクなんだけど、オープン戦の感じからいくと、ピッチャーもそんなにかなっていう感じかな。いいピッチャー多いんだけど、ソフトバンクは。エースがいないかなっていう。エース不在かなって。千賀じゃないでしょ。まあ、で、戦力的に考えたら、オリックスよりは西武の方が上かなと。上2つ、下、中2つ、下2つみたいな感じの分かれ方かな。まあこんな感じです。ハム最下位予想かな。普通ならハム1に予想するんだけど、今年ばっか、今年に限って言えば本当上がり目がないな、ハムは。悲しいけど、そんな感じかな。ナイス守備。守備の金子誠。なので、ハムは最下位を走るかもしれないけど、この模式をシリーズの日ハムは優勝を目指しましょう。ってことで、アザラシ、順位予想でした。待てよ。どっかにアザラシ書く余地があるか。サムネに使おう、サムネに。サムネ用の画像を撮る場所を探していこう。どこかにアザラシを書く場所が。あ、無理無理。ない方がいいよ、これ。位置もおかしいし。どっか、いい感じのさ、あ、ちょっと待てよ。待てよ。この後、清宮が出るじゃないか。次の、清宮が出ねえよ。出ねえよ。これ、清宮が出たらここ出そうと思ったのに。ここで、小笠原が塁に出ないと、清宮がいるところにこれをやって、サムネイってできないわ。小笠原。サンキューガッツ。さすがガッツだ。ここちょっと隠れるけど、頼むぞ清宮、早く凡退しないでくれよ。ささっと凡退しないでくれよ。おいここにアザラシ書こうと思って、もう清宮が来たらここにこうね、こういう風にアザラシ書いて、これが今年の順位予想ですみたいなことしようと思ったのに、もう清宮がさっさと凡退するから、まあしゃあない。まあまあこの順位予想ね、覚えといてまた、これ保存しとく？それはないでしょう。いや、保存するのも悪くないな。保存してシーズン終わった時にもう一回これ確かめてみましょう。保存しとこう。保存、名前をつけて保存。ゲームの実況してんだが、なんだかよくわかんねえことになっちゃってる。今の18予想ドット XC、 OK。 さあ、ここからはね、ゲームの方に集中していこうと思います。ほんまに集中しとるんか、これは。ピッチャー変えとらんじゃないか、今関のまんま。ほんまに今関で合ってる、今関とかない。もう一人だな。ここ村松打ち取れなかったらピッチャー変えるから。
3点差はセーフティーリードではない。クリーンアップを迎えるよな。ヒットかい。ヒットだね。ヒットだね。ツーベースは行くね。バンドの肩ではさ、守備悪いな。できればオバンドは使いたくないな。外野手としては。DH 出していきたい。ここでミラバルですね。抑えのエース。まあ失敗するとホームラン浴びて同点ないし逆転がある、そういう場面です。3番城島、3割6分17本77打点。いやいい選手だよな。ぶっちゃけいい選手だよな。だってそう、福岡ドームでキャッチャーで3番打てる、まあ、3番は野球つく的には3番ということであって、別に多分実際に3番で使ってたとは思えないけど、キャッチャーだぞ。3球ミラバル、ナイスピッチング。あと2人、打率だ、国保4番、国保の打率、ここを4番で使うんだったら松中を4番で使った方がいいんじゃないか。 打率が全然違うだろう。頼むぞ。うんうんうん、あら固まってた、画面が今固まってた。終わったな。よし。いや、強いね。我がファイター強いね。オープン戦の順位で言ったら、かなり1位あるんじゃないかっていうぐらい勝ちまくった気がするぞ。負けたチームの方が、負けた試合の方が少ないぐらいだ。いや、強いね。さあ、次回いよいよ、開幕ですね。あ、そっか。いや、そうでもないか。これを押すと4月になっちゃうけど。それはしょうがないな。研修の都合上、どうしようもない。そこでセーブするしかないな。これすると、3月の決算みたいな画面になるけど、まあそれはね、3月決算になって4月になりましたみたいな始まりになるけど、まあそれは仕方ない。仕方ない。ほら、今月の決算、1億2000万。ブランデン取るよ、ブランデン。終了。収支報告。放映権料が少なすぎるな。入場料は取って、その他で1億。5億円の赤字なんだよな。うん。よくわからん。それでなんで1億円だったんだろうな。持ち出しが。この焼き付くの計算が今一つよくわかってない、実は。B ぐらいくれてもいい、 B ぐらい。2敗しかしてない。9大点か。 8勝2敗ってこと。8戦して6勝2敗ってことでしょ。優勝ある、それは。それは普通に優勝がある。勝率8割でしょ、つうことは。違う、8割じゃないか。8割2、8割6、4分の3、7割5分ぐらい。ふるさと TV。おー、今の開幕の画面をさ、開幕の画面で入りたかったな。動画が、次の動画が、それで入りたかったな。何これ、ゴーグル。何これは言い過ぎでしょ。ゴーグルはデイゲームの時に守備力が下がらないってやつだな。新人情報。九州沖縄に投手が多いらしい。なるほど。はいはい。グッズショップね、作った方がいいね。一人増えてる。
堀田よし。一応人事を。ちょっと時間かかってますけども。探索する場所を。堀田よし。いいのかこいつは。中断。このスカウトが、まずこのスカウトが、九州沖縄を調べられるのかどうかがわからんと。こんだけ言うときはなんか当たるヒットするでしょ。じゃあまあここまで30分かかっちゃいましたけれども、次回ついにペナント開幕でございます。本当に長らくお待たせしましたって感じになってますけども、次回開幕です。ほなまた。